はい、渡辺真由です。今回はね、近接攻撃レンチのダークマター迷彩解説の実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。まずレンチナの核迷彩解除条件ちょっとね、軽くね、紹介していきたいと思います。レンチで10キル、20キル、40キル、60キル、80キル、100キル、120キル、160キル、200キルまであるんでね。でそれを200キルまで終わると、ここからねチャレンジできるようになります。レンチでバックスタバー勲章を10回獲得する。でレンチでプレイヤーを倒して生存者勲章を5回獲得する。レンチでプレイヤーを倒してリベンジ勲章を5回獲得する。レンチでキルした後相手の武器を使って敵を5キルする。死なずにレンチのみで5キルするかける5ということでね、これはもう200キルすればいいんでね。ただね、簡単なんでね。でレンチでバックスタバー勲章っていうのはちょっと分からないんでね、ちょっと調べないとあれなんだけど、これでも簡単だと思うんだ。自然に終わるんでね、これね、これもレンチでプレイヤーを倒して生存者勲章を5回獲得する。これただ生き延びればいいのかな、これな。生存者勲章を5回獲得する。これとこれもすぐ終わるんでね、自然に終わっていくんで、これもね、これも簡単なんでね、この3つは簡単なんで、これとね、これキルする以外にこれも簡単なんで、この3つはね。レンチでプレイヤーを倒してリベンジ勲章を5回獲得する。要はね、自分を倒した敵をで自分が復活して、でその後に倒していけばいいんでね。倒して復讐すればリベンジ勲章が得られるんで、それを5回やればいいんで。ただね、でレンチでキルした後相手の武器を使って敵を5キルする。このレンチでキルした後に相手の武器を使って、で例えば自分はバッテリーで、いつもバッテリーなんだけど、で相手さんはアウトライダーのクーダーを持ってたとして、でそのプレイヤーさんを倒して、アウトライダーを倒して、でそのクーダーを拾って、でまたその敵さんがリスポーンして、これ同じ敵さんをキルしないと、これ多分キルとしてカウントされないと思うんだよね、これね。それを5キルやればいいんで。で、これでも結構早いんでね。で、これ一番難しいのはやっぱりこれなんでね。死なずに電池のみで5キルするかける5回やらないといけないんで、このカメラ迷彩解除できないんでね。これスチールって言うんだけどね。スチールストリークって言うんだけど。やっぱりブリーチがいいんでね。門町強ポイント。あそこ、いつも最近自分がよくチャレンジやってる。特にこのスチールのチャレンジでよくやるブリーチの門町強ポイントが一番おすすめなんでね。他の全マップ強ポジあると思うんだけど、一番やっぱブリーチの門町強ポイントにかなうポイントはないと思うんでね。それぐらい強いんでね。自分もほとんどもこれで近接攻撃がここで結構終わらせてるんでね。銃器とかとつったりとかしてやったりするんだけど、近接攻撃もとつってやったりもするんだけどね。結構このブリーチの門町強ポイントでね、このスチールやってるんでね、チャレンジ終わらせてるんで。で全武器ね、この死なずに電池のみで5キルする、連続で5キルやってってるんでね。途中で間にね、武器とかアビリティ挟んでもいいんだけどね、それでもカウントされていくんだけど、自分は連続で、なぜか知らないんだけど、連続でやってってるんでね。5キロやってるんでね。で、あとこれ、いつもはね、これ最後に残るんだけどね。だけど、これ先の、レンチに関してはこれ先に終わらして、で、最後に残ったのはこのバトル迷彩までだけだったんでね。もう、それも、その動画もね、ブリーチのフリーフォールで、このカメロン迷彩も、バトル迷彩も、両方ブリーチの門持ち強ポイントで解除したんだけど、最後に残ったのはこれでね。そのバトル迷彩解除した時のプレイ実況動画もね、すでにアップ済みだと思うんだけどね。やっぱり門町強ポイントでやった方がいいと思うんでね、これね。で
このカスタムコースでがおすすめだと思う。武器は別にね、どの他の武器でもいいんだけどね、あのお好みの武器でね、クーダ使ったんだけど VMP とかね、 SMG でもいいし、アサルトレフルでもいいしね、得意の武器でやってた方がいいと思う。アタッチメントはそんなに、これ予備としてね、ちょっとカスタム組み合わせてるだけなんでね、メインはこれ使っていくんだけどね、使ってチャレンジしていったんで。でパーク構成はね、第6巻とこのハードワイヤーを組み合わせるとかなり強いんでね、第6巻は本当にね、近くの敵の進行方向を示すインジケーターをミニマップに表示するでね、うん、ブリッジの角持ち強ポイントだったら特にね重宝します。敵が近づいたらこの、まあこの説明通りね、インジケーター、近くの敵の進行方向まで示してくれるんでね、インジケーターっていうね、赤くあの三角状のレーダーがミニマップに表示されるんでね、うん、で音も なるんで、結構これ、ね、いいと思います。チャレンジにね、死なずに5キルかける5回とかとバトル迷彩チャレンジはこれあった方がね、より高い確率でねチャレンジ終わると思います。でオーバークロックもね、スペシャリストバッテリーのキネティックアーマーよく使うんでね、バッテリーのキネティックアーマーがおすすめなんでね、本当にね、カメレオン迷彩バトル迷彩のチャレンジとかはね、近接攻撃やっぱりオーバークロックもあった方がいいね。あのバッテリーのキネティックアーマー溜まるまで結構時間かかるんでね、特にオーバークロックつけた方がいいんでね、あのアビリティを素早く獲得できるんで、早くゲージが溜まるんでね、これ両方つけてた方がいいんでね、ハードワイヤーもやっぱり必須なんでね、カウンター UAV、パワーコア、EMP、スモークスクリーンが無効になる、ショックチャージ C4、トリップ前に無反応になる、敵のパーク、トラッカー、第6巻に対するデジタルフットプリントを行政するっていうのね、ショックチャージ C4、トリップ前にも無反応になるんでね、で、敵のパーク、トラッカー、第6巻にも、行政するっていうか、これも強いと思うんでね、で、ブラストサプレッサーもね、スラストジャンプ時にミニマップに表示されないスラスターンが行政されるんでね、これね、いいと思います。デッドサイレンス、音を立てずに移動できるんでね、この3つはもつければステレス仕様なんでね、ただ武器だけサプレッサーつけてなければレーダーに映るんだけど、でも攻撃すればやっぱレーダーに映るんだけど、でもこれかなりステレス仕様、まあ、カスタム構成なんでね、かなり強いんでね、このチャレンジね、おすすめしたいと思います。ちょっと前置きがなくなってね、失礼しました。早速ね、ゴールドカメレオン迷彩はいいか、ゴールド迷彩ちょっとねかっこいいですね、やっぱり。で次にダイヤモンド迷彩、もうすでに全サブのダイヤモンド迷彩解除してたんでね、このバトル迷彩解除してゴールド迷彩、ダイヤモンド迷彩まで一気に解除できたんでね、ダイヤモンド迷彩ね。で最後にダークマター、ダークマター迷彩も出してたんでね、もうすべてこのバトル迷彩解除したと同時にゴールド、ダイヤモンド、ダークマター迷彩まで解除できました。かっこいいですね、やっぱりね、嬉しい。あの新武器ではね、今回のレンチとヒューリーソードにスペシャルの NX シャドウ、クロー、クロスボウもねダークマター迷彩まで出てるんでね。でまだなのがね、新武器、このあ間違えた、このマーシャル16だけまだなんでね、カスタムに組み合わせてるんだけど、ヘッドショット勲章まだ100回中83回なんで、これまだ今からやろうかなと思ってるんでね。近接武器ね、あ新武器1、2、3、4、5種類中ね、1、2、3、3種類終わってるんでね、まだなのがナックルダスターとこのマーシャル16なんでね。で次もう今回のレンチをダークマター迷彩出したんで、で次はこのナックルダスターをやっていこうかなと思ってるんでね、近接攻撃のチャレンジ、これも全然やってないんだけど、ね、あと2種類なんだけど、バトル迷彩とカメラ迷彩までなんで、
ちょっと難しいやつからちょっとやっていこうかなと思ってるんだよね。ブリーチの角町強ポイントでね、死なずにナックルダスターのみで5キルかける5。ちょっと難しいと思うんだけどね、角町強ポイント強いんだけどリーチがないんでね、どうしてもあのヒューリーソードはリーチがとっても長いんですごいやりやすかったんだけどね。コンバットナイフ、レンチはちょ若干リーチあるからいいんだけど、ナックルダスターはちょっとあのほとんど素手なんで、これリーチがないんでね、ちょっと若干苦労すると思うんだけど、でも早いと思う。でもその代わりは早いと思うんでね、こう繰り出す攻撃が早いと思うんでね、これ次チャレンジやっていこうかと思ってます。もうサブウェポンもダークマターメーサーまで解除、ダイヤモンドメーサーも解除してるんで、これ両方バトルメーサー、カメラメーサー解除すれば、これナックルダスターもね、あのレンチ同様ダークマターメッセージまで一気に解除されていくんでね。ちょっとガンスミスからレンチのダークマターメッセージちょっとやって、でスペシャリストの武器のショーケースからレンチのこのダークマターメッセージ仕様のレンチにね設定したいと思います。ようやくねレンチもダークマターメサイまで解除できたんでね、とっても嬉しいです。新武器で最初に出たのがこのねレンチなんでね、でレアドロップ10個ぐらいだったかな、12、3個ぐらいで多分出したと思うんだけどね。レンチね、強力な近接用の打撃武器、至近距離から敵を効果的に排除っていうことでね、ステータスはダメージを最大20になってるんで、これね、で射程距離連射速度ともに2で命中率が16になってます。これ結構ステータス強いんでね、あの射程距離やっぱりどうしてもやっぱり近接攻撃なんでね、射程距離連射速度はとっても低いんだけどね、プラス2 で命中率はダメージ本当最大20で本当すごいんでね、で命中率も16でかなり強いんでね、レンチもね引き続きね使って、いろんなマップ、いろんなスペシャリストでねプレイ実況動画上げていくのでね、今後の動画のご視聴のもよろしくお願いいたします。以上にしようかな。はい、今回はね近接攻撃レンチのダークマターメサイ解説の実況をやっていきました。あとよろしければね、チャンネル登録のもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。